はい、今からでも遅くないベースフェスの腰の沢でございます。いつもお世話になっております。本日はですね、これね、僕の使っているメインの楽器のレイクランドの5弦ですけども、こちらがですね、弦の交換時期になってまいりましたのでですね、弦の交換の仕方なんていうのをですね、ちょっとお見せしようかなというふうに、思って動画を回しております。で、一応まあ弦の交換の仕方って言ってもただ弦交換するだけでつまんないので、まあこんなところに気をつけたらいいよとか、 あとはですね、僕が使っている弦の種類ですね、数種類をですね、季節によってとか、楽器によって使い分けているので、まあ、そちらをご紹介するっていうのとですね、あと弦交換した後に、オクターブ調整とか、これネックの反りとかね、そちら調整する方いるとは思うんですけども、そのやり方がわからないとね、いう方に向けた、まあ、動画にさせていただこうかと思ってますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。どうぞ。はい、というわけでベーシスト作曲家の大沢篤則でございます。このチャンネルは駅ベース、ウッドベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい。辛い厳しい練習を毎日何時間もかけてしたいわけじゃないんだけど、できるだけ効率的な学習方法、練習方法をゲットして少しでも早く上手くなってセッションとかライブとか楽しんでいきたいよねという方々が集うチャンネルとなっております。よかったらチャンネル登録してみていってください。お願いいたします。 あと1回単位から受講できるオンラインレッスンやっておりますので、気になる方は僕のホームページの方のレッスンというところからですね、詳細確認していただけます。好評いただいている LINE で質問し放題レッスンというのもまだまだ募集してますので、そちらも空き枠なき次第、なくなり次第の終了っていう風な感じになって、まあ、空き枠なくなるってことはあんまないと、まあ、隙間時間でやってるんで、空き枠なくなるってことはあんまないと思いますけども、まあ、まあ、お急ぎください。ご検討中の方はお急ぎくださいという感じでございます。でですね、本日何やっていくかっていうと、弦交換です。はい。今更聞けない、弦交換の方法なんていうのはですね、結構ですね、オンラインレッスンでも、まあ、ざくばらんにね、オンラインレッスンの話題っていうか、その課題みたいなのってやっていくんですけども、その時に応じて、まあ、質問に答えたりなんていうね、そんなこともやってるんですけど、その質問の中で弦の交換の方法について、まあ、弦交換って3ヶ月に1回とか、まあ、人によっては半年に1回とかになるんですけど、僕は2ヶ月に1回変えるようにはなるべくしていますが、まあ、その時にね、親って疑問にやっぱ思うことがあるみたいで、例えば、まあ、ある生徒さんなんかは、こっから、このね、糸巻きのとこから、プルンってこう抜けちゃった弦が抜けちゃったなんて言って、じゃあ弦の交換方法が違ったのかな、ね、おかしかったのかななんていう質問をいただいたりとかですね、あとは弦の種類ですね、弦の種類どんなの選んだらいいのっていうね、そういうお話とかですね、結構いただきますですで、ちょっとここでね、かいつまんでね、そういうお話もまあ交えてですね、僕がまあ弦交換をリアルタイムでしていくというね、流れにさせていただければなというふうに思います。まずはですね、僕の使っている弦の種類なんですけど、実はね、3種類ですね、3種類あるんですけど、主にですね、エリクサーですね、エリクサーなんですけど、ここね、2、3年の間にね、1回ね、手に入りにくくなったんですよ。これずーっと使ったんですね。ニッケルの、コーティング弦ですね。これの4号の130ってやつずーっと使ってたんです。ただですね、このね、130、5弦が確かこれ、ロングスケール、5弦がってか、これ、ロングスケールなんですよ。ロングスケールにしか対応してないんで、このレイクランドをスーパーロングスケールなんで、足りないんですよ。ね、5弦だけ足りないので、まあ、しゃーないということで、5弦はバラでダダリオを使っていたっていうね、そういうのがあったりなんかもしますけども、まあ、そうこれね、スケール、ロングスケールとか、って書いてあるじゃないですか。これね、めっちゃ大事なんで、例えばこのフェンダーのジャズベースはロングスケールです。で、それ以上長いものには対応してないで、足りなくなっちゃいます。弦の長さ。足りなくなっちゃうんでご注意くださいですね。これはね、楽器屋さんの店員さんにね、聞いてもらうのが一番いいかなというふうに思いますね。でも、たまに楽器屋さんの店員さんも、下かぶりの人いるんで、それ買って帰って、長さ足んなかったら文句言えばいいんですけど、まあ、気をつけていただければなというふうに思います。僕にだったら LINE で質問招待ですので、お答えできることはありますんでですね、ぜひお試しいただければなというふうに思います。と、あとね。あとこれですね、ダダリオンピンクね、これ4号からなんですよ。04号からなんですけど、045の130なんですけど、これやっぱね、いいっす。
例えばスラップをやる人にもまあいいし、細かいパッセージ弾く人にもまあ音の立ち上がりがいいので良いです。かなりいいですね。これメインでずーっと使ってました。でこれさっき言ってたロングスケールなんですけど、このダダリオってロングスケールでもスーパーロングスケールの、ベースに貼れるんですよ、長さが。でそこまで強要してる、すごいギリギリなんだけど強要してるんで、スーパーロングスケールの弦って高いじゃないですか。なんでやっぱね、ロングスケールでもスーパーロングスケールに、貼れるダダリオですね、こちらをずーっと私は使っておりました。そしてですね、エリクサーが手に入りにくくなった、ね、というところでですね、こちらに手を出したんですね、2年前からね。今貼ってるのはこれですね、 XT、ダダリオの XT シリーズですね。これもコーティング弦みたい、確かね、エクステンデッドライフって書いてあるから、もうそういうことなんですね。だから長く持つよってことだよね、要するにね。長く持つよ。あと、ナチュラルフィール。コーティングしてるけど、まあ、ナチュラルな、食感っていうのかな。そんな感じでですね。これ、かなりいいです。で、これ、すごくいい理由がですね、やっぱロングスケールじゃない、ロングライフ、やっぱり悪くならないんで、とってもいいですね。ずっとね、3ヶ月、でも半年ぐらい貼ってたやつもあったんだけど、でも全然大丈夫でした。ね。まあ、弾いてる頻度とか、まあ、そういう、保管状況とかにもよるとは思うんですけど、半年ぐらい貼ってても、なんか、まあまあいけるかなっていう感じです。ただし、最初、張り立ての状態から、こっちに比べると、こっちは張り立ての状態やっぱギラギラするんですよ。でも張り立ての状態からちょっとだけなんか曇ってるっていう感じ。なんかエリクサーも一緒なんですけど、このね、コーティング弦って、やっぱりね、ちょっとだけなんか曇ってる感じがするんですよね。なんで、まあ、今回はどうしようかなと思ってるんですけど、今回はですね、これから忙しくなって張り替え3ヶ月ぐらいしたくないので、じゃこれにしていきます。はい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 。で、張り替える時の注意点なんですけどもですね。家事や育児で忙しくなかなかまとまった時間が取れない方、仕事の休みや時間が不規則で事前に時間を確約できない方、実際のレッスンを受けるにはまだまだ自信がないなという方に用意したのがこちら。皆様よくお使いの LINE アプリを使用してサービスを始めました。その名も LINE で質問し放題レッスン。現在のあなたのレベルに合わせた課題の提供、好きなタイミングでメッセージをやり取りできます。実際の双方などは動画を添付する場合もあります。単なる雑談もまあたまにはいいんじゃないですか。1週間のお試し期間がついて、月額2980円のサブスクリプション、1日に換算するとたったの99円。安っぽい男ですいません。詳細は動画の概要欄または大沢つのりで検索してください。普通のオンラインレッスンももちろんやってます。これ全部ね、まず緩めるじゃないですか、こうやって。で緩めて、これ全部緩めて、ここから糸巻きからボーンってこうやって取って、ここを引っ張るとこの傷がついちゃうんですよ、こういうところにね、傷がついちゃうので、ちょっと緩めたらですよね、ちょっと緩めたら、僕の場合はこうしていますというものですね。じゃじゃん、ね、これね、これもダダリオだったかな、確かね、のニッパーとペグ巻きですね、これね。はい、これ別めちゃめちゃ便利ですね。なんでこれで、このニッパーでちょっと緩めたら、これパチンパチンってここで切ってみます、ここで、ね、よっ、はい、おい、これ最近噛み合わせがちょっとよくなくなって、いまいちになってきましたけど、よいしょ、はい、よいしょ、よし、これ太い弦はな、パチンっていくんだけどな、これな、細い弦だと残っちゃうんだよね。よいしょ。わあ。ダメ。ダメだね、これね。よいしょ。ね、買ったばっかりの時いいんだよ。これもう何年も使ってるからね。はい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 。あ、レコーディング回してももらった。よし。はい。ほんで、こうすると、先っちょがぐるぐるんってならないから、しっかり引っ張っても、傷がつきにくいですよね。当然ボディ側もそうね。ボディ側も傷つきにくい。なんでこのぐるぐるんってこうぐるぐるんって先調になってるところをもう間違ってもこっちに引っ張んないね。こっちに引っ張るともう傷だけになっちゃうんで、まああんまりね、傷なんか気にしねえぜっていうロッカーな方はね、なんかは、ね、別にいいんでしょうけどね。まあかつては僕もそうでしたがですね、やっぱりね、ちょっと楽器がかわいそうだなっていう風にね、最近思い始めてですね、ちゃんとね、こうやってやっております。まああんま掃除してないですけどね、掃除してやれって話ですよね。はい、ってな感じでこうやって外れました。で、外した時にですね、ぜひお持ちいただきたいのがですね、こちらですね、はい、クロスですね。
薬品つけたりとかポリッシャーとかつけたりとかですね、結構そういう方まあいらっしゃると思うんですけど、あまああの僕はですねあんまりつけない。このシリコンクロス自体がまあ結構優秀なんでいいやつ、例えばセーム側のものを用意するとかすればですね、まあ薬剤使わなくてもねいいと思うんですよね。基本的にはその塗膜ですね、この塗膜がまあ削れていっちゃうというふうに思っていただければいいです。で、指板がもっと もっとねシビアなんですけど、メープル指板の場合はこれ裸なんで、これね裸じゃない、コーティングしてあるんで、ローズは裸なんで別に磨いてもいいんですけど、メープル指板ってコーティングしてある場合が結構多いんで、そのコーティング剥がれちゃうと劣化しやすくなっちゃうんで、ここに例えば、まあ、オイル系だったらまだいいのかもしれないですけど、ポリッシャーとかかけちゃうと、光沢が失われてですね、サウンドに影響があるとか、あの持ちに影響があるとかって言われてますんで、その辺気をつけていただいてですね、僕はね、だったらめんどくせえから最初からね、使わないね、という感じでですね。まあまあ、ボディ磨きなんかだとね、まあ、こういうのね、これ、ポリッシングクリーナー。まあこれだったら、まあボディだったらね、いいかなというふうに思うんですけどね。あとはね、これね、家具用。家具用のレモンオイルですね。これね。これなんか使ってますね。コントラバスなんかにも使えるんで使ってますね。はい。はい。というわけで貼り直していきますですね。じゃん。で、貼り直していくときなんですけど、ここ重要なんですけども、先ほども生徒さんの質問で、このペグへの巻き方っていうんですか、糸巻きへの巻き方がちょっと変なんじゃないかっていう質問があったと思うんですけど、まあ、実はここが、ものすごい重要でしてですね、なんかすごいピーク叩いてるとこがある。あ、これの音か。これ結構いくんだな、これな。ガサガサガサってね。一般的にはですね、太い弦から順に張っていくというふうに言われています。なんでかっていうとですね、多分ね、テンション感の話だと思うんですよね。太い弦を先に張っておくと、指板に対するテンションがですね、まあ、一気に高くなるんで、なのかな、わかんないけど。まあ、チューニングしやすいのかな、わかんないけど。はい。この YouTube チャンネルでわかんないけどっていう連発していいのかどうかね。さっき言ったこれ、僕、スーパーロングスケールなんで、こう見えてんのかな。スーパーロングスケールなんで、ここですよ、ここ。ね、ここ。これ見て。これテーパーなってるのわかりますか？これね。これテーパーなってるとこが、これギリギリなんですよ、ギリギリ。で、これがエリクサだと、こうなっちゃう。こうやって。こうやってなっちゃうとさ、こうね、用を足さないわけですよ。というわけで、ダダリオだったらいけますよってことですね。はい。で、5弦に巻きつけていくんですけど、これ、長さですね。これね、ここの糸巻きの細さによって、ここ残す長さっていうのを変えていかなきゃいけないんですけど、一般的には、僕はですね、15センチぐらいね、15センチ、10センチから15センチぐらい残してもらって、パチンと一回切って、ね、切って、そして、このペグじゃない、糸巻きのこの、ね、センターにこう、はめてもらって、ポキッと折ると。折ってもらって、そして下にテンションこうね、テンションかけながらこう回していく。っていうのがいいと思います。で、これね、どんどん下に巻いていくんですよ。下に巻いていくとわかります？こう巻いていくと、ぐるぐるぐるってさっき巻いた弦よりも下に入っていく。どんどん下に入っていく。っていう風にしていきます。はい。そうすることによって、ナットにちゃんとした角度がつくんですよね。ナットに入るときに、このまっすぐ、ちょっとわかんない方は、ラインで聞いてください。はい。これすごい重要なんで、これ。いや、今更ね、この弦交換のことなんてね、聞く人いるかわかんないけどね。はい。で、ある程度まで、負けたらですね、ここでね、ねじれを取っていきます。で、このままだとちょっとねじれてる可能性があるんで、これピーって引っ張ってもらって、で、サドル越えてブリッジのとこからギョッて一回出すと、ねじれ取れますんで、はい。はい、取る。はい、そうすると、ここ。今ね、3巻きぐらい。3巻き、まあ、2.5。僕は 2.5 巻きぐらいを一応目安にやってるんですけど、これね。ね、下に巻いていく。ね、下に巻いていくことで、まあ、ここテンションバーあるんで、あれですけど、まあ、なくても、ここに、ここがこう、まっすぐにならずに、こう、カクン、
って、こう納豆のところでカクゴンってこういう風にちゃんとなってくれる。ね。こうじゃないと、バズったりとかっていうね、ビビるって言いますかね、の原因になりますんで、ご注意をしてくださいですね。ちょっと他のゲームもね、全部張り替えていきまーす。いいんじゃないでしょうか。はい、ということでですね。はい。巻いた後の姿もこんな感じになってるんですけども。ちょっとわかりにくいですよね。あのね、下に下にね、こうやってね、ほい、ほい、どうでしょうか。ね、はい。下に下にこう巻いていって、で、一番下からこう、こっちに、ね、楽器の方に出ていくっていう感じですかね。まあ、ボケちゃってっかな、これね。はい。そんな感じでですね、2、3周ね、巻いていただくと、結構下から、糸巻きの下の方からこう、ぐーっと楽器の方にですね、ナットの方にぶーってこう持ってこられるので、しっかりとしたテンション感が得られるよっていうことですね。で、このテンション感ないとって、まあ、テンション感っていうか、ここの、ナットのところの、あれだね、角度がね、角度がないと、これが、バラバラバラって、今、バラバラって言ってますけど、まあ、これは、思いっきり弾いて、弦高を思いっきり下げて、バーって弾いてるんで、なるんですけど、そうじゃなくても、ただ普通に弾いてるだけで、ビリ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 ってなっちゃうっていう原因になっちゃうんで、そこら辺気をつけていただければなというふうに思います。で、ちょっとだけ、オクターブ調整って何ですかっていう話についてですね、ちょっと触れておきますけども、この、ちょっと低くなってる。はい、まあ、これ G ですね。1弦で G なんですけど。で、G で、オクターブ上の12フレットって、これと同じピッチであってほしいわけですよ。1オクターブ上の同じピッチ。ちょっと低いの分かりますか？はい、あんま低くないですね。はい。これが、例えば、こう。こんな感じで、めっちゃ高いとかになってたら、これ、例えばフィルインとかで、で、上の方行ったりするじゃないですか。その時に、チューニングずれてね、あの楽器っていう風になるんですよ。で、上の方行った時に、ちょっとチューニングなんかずれてんない？なんかおかしいなっていう風に思った方はですね、これ、オクターブ調整が、オクターブチューニングができていないっていうことになりますんで、ここはこのサドルを使ってですね、サドルの、この、幅をですね、縮めたり伸ばしたりして、やっていくわけなんですね。これね、非常に重要なので、ハイポジション使う人に限らず、まあ、この辺でもずれてるってことになりますから、微妙に。ね。これ気持ち悪いなっていう原因になるんで、オクターブ調整っていうのは、例えば、まあ、弦を新しくした時はあんまり変わんないんですけども、反りを直した時とか、反りを変えた時、あるいは弦のゲージを変えた時、ですかね。そんな時はですね、弦の太さですね、を変えた時は割と変わってきますんで、その辺をやっていただいたらなというふうに、思います。あと、弦高調整ですね。弦高もこのブリッジサドルですね、サドルのところを上げ下げしてね、コマを上げ下げして行うんですけども、まあ、これを行った時もそのオクターブっていうのは、確実にずれますんで、まあ、弦調が変わりますから。弦調が変わるとオクターブ調整っていうのは確実にずれますんで、その辺もやっていただければなというふうに、思います。そんな感じですかね。
そんな感じです。ご質問はですね、いつでも受け付けています。まあ、LINE で質問招待レッスンに登録していただければですね、こういうね、微妙な、人に聞けないようなところっていうか、そういうところもですね、今節丁寧にですね、お答えしていきますので、ぜひ、登録していただければなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。今日はですね、僕がちょうど弦変えるタイミングだったので、それにお付き合いいただいたという流れになっております。あ、そう、あのね、前半に多分ね、ちょっとなんかちょこちょこって弾いた？あ、弾いてなかった？あ、弾いてなかったか。弦変える前と変えた後のさ、音の差っていうのをちょっとやろうかなと思ったんだけど、前半弾いてなかったっぽいですね。ちょっと波形見る感じだとね。っていう感じになってますんでですね。コントラバスもね、張り替えていきたいなというふうに思ってますんで、コントラバスの張り替え時期なんで、そちらもですね、ちょっとね、お知らせしようかなというふうに思っております。はい。今日の動画は以上とさせていただきます。高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイバイ。